敵を4体発見ち。さっさとやっちゃうち。今デューフィールドいつでも展開できるち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。ここから戻るっち。おいらもう疲れたっち。敵いっぱいっち。おいら隠れてるっち。ヘッハ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 ッ。
さっさと探せっち。敵は4体っち、隙を突きまくれっち。悪かねえな。ああ。敵がいる。敵は3体っち。先制でも油断大敵。ヤマトまで。まさかドッペルゲンガーじゃないよな。だとしたらあんたはここで死ぬわね、ご愁傷様。やめろって。サキちゃんにリュウちゃん、それに今度はヤマトまで。扉を突き破るっち、オイラの前を。敵を発見っち。敵を4体発見っち。さっさとやっつけろっち。見せたね。
袋叩きにするっち。上げていくぜ。いい予感がするっち。近くにお宝がありそうっち。私の真似を許可した覚えはないわ。今すぐ消えなさい。ちょっと、琴美ちゃん。気に入らないわ。残念だったな。これで真田もおしまいだ。僕たちは、何か悪い夢でも見てるのかな。ヤマト、夢かどうか確認するわ。殴らせなさい。やめろって。おいお前ら、遊んでないでさっさと追いかけるぞ。俺たちはきっと招かれているんだ。同感だよ、アサヒ。きっとこの先に何かが待っている。扉を進むっち。気をつけて進めっち。敵を発見っち。敵は一体っち。先制攻撃逆走っち。ごめんね。やればできかっこよさそうじゃん。
がいるっち。敵は3体っち。先制でも油断大敵。イマジンモード発動できるっち。準備してたね。ビームキーが倒れたっち。援護射撃は強いっち。残り1体っち。袋叩きにするっち。敵を発見っち。逃げる。敵は2体っち。先制攻撃なら余裕っち。あと1体撃破。やれば敵っち。あと1体っち。さっさと終わらせろっち。次はどいつだ。宝の匂いがするし、さっさと探せっち。今度はレイジが死ぬ番だな。メガネまで一緒じゃねえか。おい、追いかけねえのかよ。無駄な体力使わせんな。どうせこのまま進めば答えが待ってる。リュウたちのことは誰かが待っているのでしょうか。どうしてだよ。アサヒ、どうしたの？
扉を発見ち。ノックを忘れるな。敵を発見ち。敵は4体ち。隙をつきまくれち。都市で成長。ここから戻るっち。オイラもう疲れたっち。敵はたったの2体っち。オイラの敵じゃねっち。イマジンフィールドいつでも展開できるっち。敵あと1体っち。なんだか終わらせろっち。オイラは疲れたっち。構えて。はあ。構えて。敵がいるっち。敵を三体発見っち。先手のチャンスっち。癒しの全力。オイラ。水木が倒したっち。結構射撃は強いっち。敵は残り二体っち。みんな頑張れっち。残り1体で袋叩きにするっち。敵を発見っち。逃げるな。敵は4体っち。隙をつきまくれっち。水木が引き抜いたっち。しっかり倒したっち。まだ敵が重いっち。逃げる準備を始めるっち。残り1体っち。袋叩きにするっち。あんたダメージ。その特性は耐性があるっち。誰か試させなさい。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。敵がいるっち。敵いっぱいっち。残り2体。みんな頑張れ。
がいるっち。はぁ、敵がいっぱいっち。なんで突っ込んだっち。よっ、ほら、敵がいっぱい。バンバン撃つっち。まだ敵が多いっち。逃げる準備を始めるっち。残り1体っち。袋だたきにするっち。いろいろショップっち、何か補充しとくっち。今度は僕の番みたいだね。これで朝日以外は全員出てきたことになるわね。そういうことかよ。どうしたの？気づきたくないことに気づいちまったみたいだな。どういうことっち？引き返すか？ここまで来て引き返せるかよ。ったく、本当に嫌になっちまうな。朝日、進もう。答えはきっとすぐそこだ。扉を発見っち。ノックを忘れるなっち。ようこそ。お待ちしていましたよ、カノン。待っていてなんてお願いした覚えはないわ。ええ、私はお願いなどされていません。ただ私が会いたかった、だから待っていただけです。どういうことでしょうか。あなたたちにお願い事があるんです。願い事だと？そうです。私の願いはただ一つ。この世界から私という存在を消し去っていただけないでしょうか。どうしてそんな願いを。私はもう疲れたんです。永遠に続く今日という日々に、永遠に続く妄想請負人という役割に。教えてくれ、カノン。お前は一体何なんだ。私はただの記号です。妄想請負人という記号でしかないのです。人の形をした妄想でもなければ、妄想により生み出された人でもない。ただの記号なんです。人でも妄想でもない。すでにご存知の通り、妄想請負人カノンは無数に存在します。そしてそんな私たちカノンの記憶は全て共有されているのです。一人のカノンが消えたとしても、やがてまた別のカノンが生まれていく。妄想請負人カノンとして終わらない時間は続く。
永遠に存在し続けるのです。死ぬことも消えることもない記号として、無限に続く時の中で終わることのできない自分という存在だから、もう疲れてしまったんです。どうかお願いです、無限の連鎖を断ち切っていただけないでしょうか。だったらどうしてここに。お気づきになりませんか。その答えはこの妄想球にあります。答えね、あなたたちがここに至るまでの道のりで誰と出会いましたか。サキ、リッピョン、ヤマト、コトミ、レイジ、ミズキ、そう、俺以外の全員だ。それはすべて舞台装置に過ぎません。私が請け負い作り出した妄想の存在に過ぎないのです。あんたの仕業だったのね。気分を害されたのであれば申し訳ございません。どうしてもお会いしたかったもので。そこまでして僕たちを招き入れた、それはこの妄想を壊すため。その通りです。どうかこの妄想球を壊していただけませんか。ねえ、どういうこと？もしかしてここの妄想者はあなたなの？いいえ、違います。なぜなら私には妄想をすることが許されていないのですから。妄想は人間にのみ与えられた特別な力、妄想で生まれた記号にその権利はありません。だとしたらここは一体誰の妄想なの？俺のだ。え？これは俺の妄想だ。そうだろ、カノン。やはりお気づきでしたか。ああ、途中からだけどな。なんとなくだけど、そんな気がしてた。俺は先に出会い、妄想を知った。そして次にリッピョンに出会ったんだ。気がついたらヤマトがいた。琴美に出会ったのはその次だったよな。カノンに襲撃された時助けてくれたのはレイジだ。最後には水木と仲直りすることができた。そう、全員順番通りだったんだよ。だから朝日だけいなかったんだね。それじゃもしかして朝日の妄想の正体って、そんな嘘ですよね。お前ら何を驚いてんだ。多分だけどさ、俺はみんなを、仲間を妄想したんだ。そんな、マジかよ。どういうこと？私たちはあんたの妄想だって言うの？きっと俺は妄想したんだ。最高で笑い合える仲間たちと過ごす時間を。本当に残念です。違いますよね。ええ、違います。え、本当に残念でした。あと少しで答えにたどり着けたというのに。
どういうことなんだよ。先ほど申し上げた通りです。妄想は人間にのみ与えられた特別な力です。あなたたちは皆しっかりと妄想を生み出していたじゃないですか。そうね。じゃあ俺の妄想は。朝日さん、あなたはこう妄想しました。最高で笑い合える、そんな仲間たちと過ごす時間を。まさか。そうです、朝日さん、あなたの妄想は繰り返す今日です。はい、もしもし。その声、寝起きでしょ。もう今何時だと思ってるの？なんだ、瑞希か。あ、おはよう。おはようじゃないって。今はもう24時前、今日が終わっちゃうよ。これは世界が繰り返し始める前の出来事です。何か話すことあったっけ？もうこれだから朝日は。だって小学校からの幼馴染が大学を中退したきり、そのままニート一直線だよ。さすがに心配で話をしたくもなるよ。ちゃんとご飯食べてる？将来のこと考えてる？そりゃあご心配をおかけしました。だけど毎日ちゃんと考えてるぜ。ずっとニートでいられる方法とか。そう、あなたは毎日考えていました。ずっとこのままでいたいと。僕はお母さんじゃないんだからね。それじゃ、おやすみ。あ、おやすみ。水木のやつ相変わらずしっかりしてるな。ご飯は食べてるけど将来ね。あー、働きたくない。一生働きたくない。今日みたいにずっとのんびりと自由気ままに生きていきたい。ってもう24時過ぎてんじゃん。リモコンはどこかなと。あの時すでに秋葉原は妄想が加速する状態にありました。そしてあなたは妄想をした。明日も今日だったらいいのになと。え？